その時以来、私は永久に卑怯者の烙印を押された。卑怯な振る舞いを二度も空中で犯した哀れな戦闘機パイロットとして。だが、汚名は甘んじて受けよう。後悔はしていない。私はエアハルト・フォン・ラインダース、悪魔に魂を売らなかった男だ。